令和の虎、オールオアナッシング、ブレイクスルーコロナ、今回もブレイクスルーコロナ異業種編ということで、司会進行は私が務めさせていただきます。よろしくお願いします。まずですね、2個目の質問ということで、コロナを受けて今取り組んでいることを教えてくださいという質問で回答を用意しておいてもらいました。フリップをお見せください。おお、なるほどなるほど、いろいろありますね。はい、株元社長から教えていただいていいですか。言葉の定義というかの問題でもあるんですけど、はい、僕らの会社としては結論やってることは変わってないんですが、クライアントさんが今、100社ちょっとあって、クライアントさんに対して提供しているソリューションの部分をちょっとマネタイズの方に今までよりも意識して寄せてるっていうところが今までと若干変わったところです。なるほど、取引先の売上を上げて救ってあげようということですかね。そうですね、はい。もっと具体的に言うと、今までっていうのはいわゆるブランディングとか、人気企画って呼ばれるようなものだったりとか、先行投資で将来どういう風な花を咲かせるかっていうのを明確に決めずにお金を使っていたクライアントさんも、景気がいいと結構そういうとこあったりするんですけど、こういう状況になると、じゃあこれを具体的にどうマネタイズするかっていうところに対しての目線がこうちょっとお金に寄ってくるので、その時にじゃあ今まで積み上げてきたものをどうマネタイズしていくかっていうところを、僕らが今までの認知施策だったり拡散だったりフォロワーを増やすとかっていうところから一気にマネタイズにグッとこう舵を切って、各クライアントさんの売り上げを上げるっていうところにメインの KPI として行動してるっていう感じです。なるほどね。僕はすごくよくわかるんですけど、視聴者の皆さんわかりますかね。本当ね、例えば僕が株元社長に、3000万とか5000万預けて、なんかメディア作ってよ、将来どうマネタイズするかよろしくってやってるのが、そんな余裕ないよねと。3000万5000万で 1,2 年後になんか考えようっていう話じゃなくて、もう現状会社のアクセスとかいろいろ集まってるから、今のあるYouTube とかホームページのアクセスとかを使ってどう目先の現金にしようっていうシフトに変えてるっていうことですかね。そうです、はい、合ってます。はい、はい、難しい話ですいませんが、そういうことです。将来の投資よりも今売り上げが上がることに、あのコンサルの内容が変更されてる、皆さんもそれにもニーズがある、だから子息さんがどんどん仕事が来てるってことでよろしいですか。まあ来てるっていうか、今までの案件がそういうふうに切り替わってるっていう、ね、なるほどね、はい、おお、なるほど。それだったらね、コンサルがねコストって思われないですからね。はいね、だからそれは維持してくれますよね。いや、よくわかりました。視聴者さんの皆さんには受けてるかどうかわかりませんが、よくわかりました。面白かったです。はい、斉藤社長、オンライン在庫寄せっても結構言葉がシンプルなんですけど、はい、店舗11店舗あって、あと通信販売のオンラインショップがあって、この在庫って全部共通のものを割り振ってるんですよね、その店その店の売上回転率に応じて。でもシンプルに通信販売があんまりダメージがなくて、店舗がこのコロナの集客減でものすごいスコアが落ちてるんで、それをもうさらにこう店舗の方はちょっとかなり消極的にしても、通信販売に全部こう在庫数百万数千万ずつ各店から全部吸い込んで、通信販売が今モンスター通信販売になってるみたいな感じですね。なるほど。店舗の在庫って個物の商材で無限供給できないんですよ。うまくこう仕入れることができた分しか提供できなくて。なるほど。在庫がこう限りある在庫なんで、それをこうオンラインの生きてる一番生きてるところにガッと寄せて、でサービスもそっちを手厚くしてっていう感じでこうなんとかつなぎました。なるほど。店舗に置いておくと、はい、オンラインショップではすぐ売れないものなんですか。一番大きいショップがメインの東京の高田馬場のショップが通信販売とこう同じ場所でやっててリンクしてて、はいはい、他の店舗はそれぞれ独自の在庫を持ってるっていう状態です。ああ、なるほど。じゃあそこを今本店に集中させて、はい、オンラインにいっぱい在庫がありますよってなれば、みんな買ってくれるみたいな。あ、おっしゃる通りです。一番便利な場所にこう戦力を集中してるっていう感じですね。あ、やっぱそれ、その戦略によって売上減をやっぱ抑えられたって感じですか。抑えられてる手応えはありますね。あ、そうなんですね、はい、いやそんなこともやったことないんでね、面白いですね。はい、ちょっと特殊な商売特殊な商材だから、なんかそういう変な感じになるんですけどね、はい、そうですよね。ただオンライン販売なんだから、どこの店舗にあっても在庫ありますって書いときゃいいじゃんみたいな思っちゃうんですけど、そういうもんでもないですね。
はい、勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。黒田社長、どうでしょう。はい、工程の調整、はい、車出品、はい、僕らもう、基本的にはそんなに大きく変わることがないんですよ。現場で物を作るので、はい、オンラインとかもできないので、基本的にはやっぱり現場に行きます。はい、はい、でその中でやっぱり今までは工程が短い現場とかですと、もう10人とか20人とかこう人数が入って他業種で一気にこう進めていくスタイルだったんですよ。はい、はい、ただやっぱりこのコロナの影響でなるべくこう3密を避けようということで、まあ、そのワンスパン一業種ワンスパン一業種という形でなるべくその一空間に大量にこう人が集まらないような調整をして工程の管理をしてます。でもう今どこの作業所でもコロナウイルスがこう誰かがこう出てしまうともうそこで工事がストップしてしまう現場状況に今なってるので、もう本当にそれだけは皆さんにも迷惑がこうかかってしまうのでなるべく避けれるようにこういう努力はしてます。はい、工事の人数減らすとかですか。はい、そうです。 なるべく工程をこう長くいただいて大量に人が入らないような環境を作ってます。あ、そういう影響が出るんですね。けどまた面白いなって思ったのは、はい、その、はい、どこで誰聞いても大体オンラインとかって言うじゃないですか。はいはい、黒田社長とかも全然そういうのはないってことですね。ないですね。もう現場で物を作ってるんで、もう多分オンラインは僕らの商売はちょっと難しいですね。なるほどね。いやだからそれもなかなか面白い回答だなと思って、はい、大体どこもオンライン化が迫られるところ、逆になんか工程が長くなったらあれですね、はい、利益は下がっちゃう感じですか。利益は多少下がりますね。やっぱり人件費がかかりますんで。ただそれでも、もうそのコロナが発生して、現場がこう止まっちゃったりするリスクを考えたら、多少のこう人件費を削ってでも、工程長めにとって対策を少しでもやった方がいいかなとは。なるほどね。長くして、コストが上がってもそっちの方がまあ保険料としては全然いいということですね。はいはい、いや、そういうことあるんですね。いや、勉強になりました。ありがとうございます。電車で今まで来てた方とかも、まあ、なるべくこう車で出勤させたりとかして、まあ、感染しないような、環境は作ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。岩井社長、はい、いかがでしょうか。恥ずかしながらオンライン授業とオフライン授業の融合、うちの塾コロナになって初めてオンラインやったんですよ。はい、で、Zoom で生徒つないでですね、初の授業をやったらですね、これが意外と良かったですね。はい、ああ、そうなんですね。で、子供たちも親もなかなかにですね、好印象で、オンラインだけではきっとうまくいかない。でも、今までのように週に3回、4回塾に通うっていう時代はなくなっちゃうんじゃないかなと僕思っていて、だとするならば、やっぱオンラインをちゃんとやりながら、オフラインをそこにかませていって、両方融合させるような塾で、で先生の役割が、ホワイトボードを使ってここまでバン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 教えていくっていうことじゃなくてですね、やっぱ子どもの受験に寄り添っていくなんかこうアドバイザーみたいな形にいかなければ、もう塾の中では生き残っていけないなってつくづく感じました。そうですよね。もう、はい、面白い授業とかいい授業はネット上にたくさん転がっちゃってますからね。そうですよ。はい。うん、そこでね、オンラインとかで対抗するの大変ですよね。だと思います。まだうちなんか社員ばっかりなんで、そこそこまともな授業やりますけれども、個別指導の塾とかでアルバイト使ってる人たちがね、すっごい下手な授業やって、それを後ろからお母ちゃんたち見てるわけですよね。なんだ、うちの息子に教えてた先生、こんなに教えの下手くそな先生だったんかって露呈してるところも結構聞くんですよね。あ、なるほどね。塾の業界にとってはこれすごい大きな変化だったですね。お父さんお母さんに見られるってのはね、ちょっとね、はい、恥ずかしいところあるかもしれないですよね。はい、だけど本当ね、岩井社長の塾がオンライン化なんてのは歴史上初めてのなんかどんどん IT 化してきますね、岩井社長の会社ね。もう本当に恥ずかしいぐらい旧大善太の塾だったって改めてね、武田塾入っててよかったと思いますよ。岩井社長の元からやられてる塾の方ですよね、それがもう初めて、はい、いやいや、そうなんです、はい、ありがとうございます、いただいて、はい、じゃあ最後に安藤社長いかがでしょうか。私は社員のケア。あ、なるほどね。はあ、これ特に我々の業界がそうなんですけど、駐在員さんというところをターゲットにしているので、結局最終的にいつかその入国の規制が解除されると、はい、人事異動って必ず発生するんです。今の状態だと、帰る人も帰れないし、来る人も来られないっていう状況になっているので、はい、いつか必ずその
需要が戻るんですけど、実際その需要が戻った時にすぐにその全速力でまた社員のメンバーさんたちが走れるようにケアを重点的に行っているっていうような形になります。なるほど。ケアっていうとどんなことされてるんですか？そうですね、やっぱり特にその弊社、その日本人のメンバーとタイ人のメンバーがいるんですけど、その日本人のメンバーに関して言うと、タイで海外で仕事しているので、その友達もそんな日本で暮らすほどいないですし、ご両親とかご家族の方も当然いなかったりすると、まあ、とにかくこうなってくると心細いんですよね。コロナに感染したらどうしようとか話して相談する人もないし、逆にその仕事は先ほどその削退で 25% とか減っていくので、仕事は暇になるので、あのとにかく時間を持て余すってことが増えてしまうので、まあそうならないように、あのみんなでその Zoom 飲み会やったりですとか、あのそういったところでなんとかこうみんなにこう休息してもらったりとかいうところを心がけていて、逆に一方そのタイ側のメンバーはですね、こう売り上げが下がってくると、あのクビになるんじゃないかとか、あの仕事を失ってまた新しい仕事を探しとかないといけないかなとか、じゃ あの田舎に帰ろうかなとかいう方が、そのタイの方だと、まあ、その田舎に引っ込むみたいなのが、あのタイは結構通例でよくあるんですけど、こう田舎に帰ろうかなみたいな形になっちゃうので、つなぎ止めていって用意どんで走れるように、もう常に準備体操をしているような状態。なるほどね。みんな不安になってるわけですね。そうですね、はい。こう安藤社長の人柄でケアしていくわけですね。いや、そうですね、まあ、あのみんなでそこはあの一致団結して、うん、あのまあ、心の支えがやっぱりどうしても海外だと、特に我々日本人心細いというか、うん、いうところがあります、うん、そうですよね。日本の情報も、まあ、インターネットでしか入ってこないので、うん、街の状況がどうかとか、正直我々も日本に行けない状態なので全く分かんないですね。そのテレビのニュース雰囲気とか分かんないですよね。分かんないですよ、うん、なので、うん、まあ、そういうところをこう共有し合ったりとか、まあ、とにかく支え合うというか、はい、まあ、戦時中みたいな感じの生活に。いや、すごい、やっぱり海外でね、事業展開されてる社長ってなかなかいらっしゃらないんで、話もやっぱ面白いですよ。そういうことなんだなって、まあ、いや、本当に面白いですよ。ありがとうございます。どうですか、あの皆さん、黒田社長、皆さんの話を聞いて、皆さんなんかこう、皆さんなりにいろいろ考えて対策されてるんだなと改めて感じました。岩井社長、いかがでしょうか？はい、今日までにですね、飲食業界編やったりとか、教育業界編やったりとか、教師業界編もやって、たくさんのほとんどの社長に出ていただいて、感謝の方にも出ていただいたんですけど、皆さんがやっぱり何か必ず取り組んでるんですよね。ほうほうほう。で、これを当たり前と思うと実は僕違うなと思っていて、じっと我慢してるだけの人もいるんですよ、うんうんうん、コロナがあの過ぎ去るのだから。やっぱりこの令和の虎の関係者、志願者も含めてですけども、こういう時にすごい行動力のある人がやっぱ多いんだなっていうのはすごいつくづく感じましたし、まあ、だからこそ虎ができるんだろうなっていうのを、あの別におべっか使うわけじゃなくて、あのつくづく感じたここ1週間ぐらいでしたね。ですよね。あのやりながらとっても僕自身が勉強になりました。じゃあ、ここまでで、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。